ポテト早煮えウィークリー企画水曜日一週間ぶりです。実況ガイド早煮えです。今日もライブはライブをやっていくケロ。さあ、前回なんだかんだでレベルをちょっと上げて終わりまして、この辺の敵はもう楽勝になってしまって、先に進ん、あ、イベント始まった。誘拐してきたやつだね。ちなみに攻略とかは全然見ずにやっていく動画となってますので、久しぶりのねやる初見の気持ちでまたやっていこうっていう。どうなる？誰もいないなぁみたいな。さっきまでおったんやね。大丈夫か？トゴ、トゴ、トゴ。みんなお腹減ってるやん。いや、お前変更くね。最悪やなぁ。来たで。うわ、爆発した。斬新。おならが、あ、また戻った。めぐりめぐって爆発するっていう。この、スーパーファミコンの、この頃のドット絵ってすごい、厚みがあっていいよね。すげえ暖かい。さあ、二人きりやで。割れてる割れてる。真っ黒になっていい。お、何急に。ねえねえ。ん？なんだい？チューして。お前そればっかりやからな。チューしたら、男が何でもしてくれると案するんかい。あっ！まさか、まさかっていうか、まあ、おったから、そうか。そうなるよ。おい、猿。猿起きへんやん。あっ！くっそ。バトル来る？メル君が、みたいなノリ。はっさー。やい、勝負だ。やっつけてやる。ザッキー。ほぼ。ブンブン。ブンブン。バリブルーン反撃。ダメージは少ない。バリドリーン。48。よし。ボコボコ。そのバリブルーンが結構な範囲で、しかも2回攻撃してくれる。ここ、わかんやろ。やったねー。ちなみに、勝利って時はちゃんと、勝利っていう漢字2文字で出るのね。あれ？開かない。やべえ。猿。こういう時こそ猿。おい。起きろ、猿。お前のバカ力でどうにかならんか、これ。バカねえんだ。どうしたらいい？そうだ。お前がぶつかったらいい。うむ。いやいや寝たやな、もう。しかも、悪しやな。
なんてことすんだおめえ。は、入ってる。計算通り。あ、おるやん。いつまでおんねんお前。来やがったら。助けてー。わー、まさかの。あ、そうか。落とし穴の準備してたんやあいつ。追いかけてく。追いかけてくんなや、サル。ファサー。行くぜ、野郎ども。あ、そいつ、車乗してもらわれへんや。走って行ってる。で、こっちはどうなんの？ああ、また。一人で夢を見てらっしゃる。強そうなんてたやん。とりあえずボコボコ。キープ行く？均等に削ります。キープもあるしね。すげえ、もうおなら我慢してる顔がたまらんねんけど。キャッキープが
一人でもなんとかなるやろ。ならんか。強っ。強っ。あれ、イベント？あ、ちゃうんや。あいつ笑ってたよな。まさかのやり直し。大変やな。今の一連の下り、もう一回ですよ。最悪編集するということで。さあ、というわけで、帰ってまいりました、地下。さあ、こっからやね。セーブはここでできるのか。一応、セーブしておきまーす。うわ、めっちゃおる。範囲攻撃。効くんかな。ホップ。あ、効くわ。ウキプー。すごい。すごない？あ、間違えた。あ、何それ。変わった技を使ってくんな。いけいけ。ボコボコ。ウキプーっていうかあれやね、ため技使ってるときは移動させられるとダメなんやね。この辺なんもいないのか。なんか。さっきのワニみたいな装置やな。ほんと、うわ、さっきより。さっきよりめっちゃおるよ。火の技。聞こう。キップ。これはもうキップでちょっと時間を稼ぎながら。おお、いけるね。どんだけいけんやろ。聞こ聞こ。キップ。これ不発なるかな。何気にウキプーが優秀。近づけない。すごいな。くらえ、ウキプー。パス。パス。くそ。なんか、いい感じで届く技。あ、これやっていける。ブンブン。よし。ウキプー。強いウキプー。お、レベル上がった。おーおー。どこどこ。なかなか。あ、先通ったね、ここ、骨肉。あ、またこれね。あ、また、何回パスね。
これはもう、ジップで。こっちもあれかな。ホップで。ドーン。ウキプーン。あ、弾き飛ばしが来ないんでいけるかな。あ、ミスきた。あ、あかんねえ。キャンセル食らってるわ。ケーコリセクシー技って何やろ。ちょっと一回使ってみよう。どこどこー。おお、結構強いやん。キコキコ。おお、倒した。どこどこー。キコキコ。どこどこ。いや、それは痛いけど。どこどこ。キコキコくれよ。来た。いい読みやったね。よし。ちょっとなんか装備とか。あ、いけるやん。ゴリが装備できるものがない。上の方とかいたらありそうやねんけどね。
どうなってる？そうそう、助けに行かねば、こうジャンプできんねや。どういうことやねん。くっそ、あの野郎。あ、また見たことないやつが。聞こう聞こう。セクシーどこどこ。よし、おお、2体ダメージが。キコキコ。痛い。とりあえずもう、早くそいつを倒した方がいいな。よし。強すぎじゃない？ヒットポイントとかでこれ回復すんねやっけ。あ、骨に行く。あ、何にもならへんのか。これってここでなんか材料同士で作れるわけじゃないのに。大丈夫か？あ、またこいつらや。それは残念やけど、しゃあない。あ、右やん。
すんのやめて。ちなみにあれか、攻撃力下がってんねんな。よし、毒物の町を作り出そう。耐えた。武器プー。よし、おお、よかった。硬いし、何使うかわからん。硬いし。もうさっきまでのやつとはちゃうよね。もう弱い。その火柱が当たったらよかったのに。弱いわ。怪我は。さあ、また強いの来た。ピコピコー。ホップから行くか。普通か。あ、じゃあこれや。こっちね。ドッグフィールド。これキコキコしても外しそうやな。キプ来るしな。ドッグフィールドのダメージ。キプ、あ、どかんかったな。カイフィールド、いいね。ここは普通に殴ろう。お、銃。木の棒。あ、ツイッターっぽいよ、なんか。お。つけむなげ。なんそれ。つけむなげ、どこに装備するの？スケムナゲどこに装備すんねんな。だからこの骨は外した方が早いんや。もうアイテム屋さんの組み合わせがな、硬いし。スケムナゲ違う。硬いかは毛皮。スケムナゲ何でもスケムナゲなるやん。スケムナゲのさ、硬いし。スケムナゲ、獣の角。獣の角硬いし。ギガの輪っか。あ、これ足になったわ。硬いし、ツンツンやり。硬いし、骨。石器ナイフ。硬いし、ブンブン骨。硬いかは、つけむなげ。かな、もうなさそうやな。こいつ、これほんま毛皮しかない。
言ってんのお前、叫んじゃねえよ。ああ怒られちゃったから寝るんやろどうせ。何あれ、あミスゴリラ、ゴリラが興奮している。あゴリラが、ゴリラが動かなくなった。どうした、走ってったー。そのもう逆ったゴリラを止める術はないやろ。あーかわいそうに。あーすげえことなってる。おー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 おお、メスゴリラ多すぎやろ。踊ってる踊ってる。ダメだこいつ、なんとかしないと。ああなんか突っ込んでいくわ。まあこの辺は雑魚っぽいんで。飛んでくるみたいやけど、かわしようがない。お、かわしたんかな思ったけど、全然ちゃうとこ殴ってもた。近いよ。一通り殴らされ、ああまたやってもた。こう自動で殴ってくれへんから。よいしょ。これあの上までいけるんやろうか。またやってもた。永遠に湧いてきたとしたらさ、あそこなんか入られへん気がしてきたんけど。切れ目があるんやろうか。すげえ出てくるね。でまたやってるやろ。よいしょ。あストップかかったね。あとは殴って入ればいけるか。またやった。くれくれだーん。魔法を使いやがって。あっ、漬物投げ。何の役に立つのか分かんないって噂の。さあこいつ倒せばいけるかな。まだおる。しつこい。まだおる。これあと3匹ぐらいやっつけて無理やったら無理やね。あ無理か、ひょっとして。無理っぽいね。すげえ罠やなこれ。
永遠に敵が出るので逃がしませんっていう。逆に言えば無限レベルアップとかできそうよね。あー逃げた、大変やった。木の棒ごめん、俺らお前、ええ加減にせえや。ああ、動き出した。ほら、ふざけんな。行くぞ。さあ、とりあえず、右の部屋に行かしてくれ。この骸骨がついてるから、こっちってことなんかな？そんな感じよね、きっと。よし、さあガンガン行くよ。標的も雑魚が永遠に出てくるっていう、シゲチーのハーベストかお前らはみたいな状態やねこれ。よし、ここもう一回来ましたよ。なんやかんやで他のところ行きましたが、結局どこも雑魚がいっぱい出るだけなので、よしここや、行けたね。さあいよいよ、ああ人質にされてる、やばいね。生贄の儀式。こんな部族をさ、一人で倒していくっていうさ、実はめちゃめちゃ強いよね。こないだ初めて狩りに出たばっかりやったのに、強くなったな。来いよお前、弱いんやから。ザキさんよ。ホップで様子見ようか。おいおい、こうへんやんけ。ウォーウォーってなんなんやろ。お、超全体攻撃なん？それすごいね。ここにキコキコ使っとこう。あ、こへんか、くっそー。あ、でも乗りよった。アホやな、こいつ。もう一回聞こう聞こう。あー、アホやな、キコキコ食らうな、こいつ。キコキコ。あ、でも頼るな。まあもう普通にボコボコしていく。確
少は強くなってるっぽいね。あ、なに？なあ。よ、なに？ひょっとしてなんか、生贄に捧げてたのって、何か、ああ。ああ、落ちた。何かその、やばいやつに向かって恐竜とか？やばいやもう、なんか魔物とかそういうレベルでしょ？恐竜やったかな、ここのボス。なんか、そんな気がしてきたな。族長！お、曲が。あ、族長が骨になった。そうやね。こんななんかいい感じの曲使ってた気がするわ。でけえ。投げた。空気読めや、お前。いざ勝負の時、オーディーをやっぱあれやね、ボスの名前を、来たザキさんも来た。キコキコ打っとこうか。ベルは下がって回復フレーフレーだ。攻撃力上がったっけこれ。よし、力上がる。噛み砕き、いてぇ。ゴリは、ウキプー。ザキさんは何ができるん？ウホプー。あ、やばいな。すごい勢いで、攻撃してくるやん。ナンバーワンが、パス、行き先、うが、うわ、行き先、ザキ、バリドリー。急降下、やばい。あ、強すぎる。めちゃめちゃ強いやん。
週になんか耐えんねんな。どこどこ。ウキプー、ゴリすげえ耐えんな。ウキプー、どれか骨に行く。武器。おほ。聞いてへん。お、レベルが下がった。どこどこ。あ、トンさん。すごい。諦めてたのに。まさかの奇跡の勝利やわ。やったよ。こんなギリギリで勝つとはね。ザキさん、うん、ザキさんなんかカッコつけんとって。お、終わった。エンディング。2回目でちょうどクリアになりましたね。原始編、まあ初味だから2時間ぐらいでのクリアになるのかな。ちょっとまあお話としては短いですけど、狩りの楽しさとか、レベリングでいろんな技を覚えていく楽しさとか、そういうのが詰まってましたよね、すごい。で、技の種類が多いし、使ってみないとわからないっていうね。うちの村に来んかみたいなこと言うてんのかな。ただ怒ってるだけやったりして。ちょうど連れてかれた。あら、まあ下敷き。ちょうどもうめんどくさい人やったからな。あ、みんな笑ってるわ。ちょうど笑われエンドですね。どんどこどんどこ。あ、こう、二つの部族が仲直りをしたみたいな感じかもしれないね。ザキがあれを被ってるでしょ。冠。あれが族長の冠やとしたら、こう、ザキがついで、和平が、マンモスの肉の上で、決まったのかもしれないね。面白かった。やっぱ技が特殊なのがいいね。全然なんかこうテキストがなかったのがすごいね。お、こうエンディングの後のおまけまであるんですよ。めっちゃチェックしたね。来た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 。おめくんじゃねえよ。初夜なんだよ、俺たちのよ。さあ、クリ様は、私たちと一緒にー。もうそっちもそっちで大変やな。あ、ピンクになった。びっくりしてるよ。あ、あ、言葉が、言葉ちゃう？言葉が、あ、人類初の言葉は、あいー。なんだそれ。パラララッパッ。っていうそのパーマンのエンディングみたいな方がいいから。お、おしまい。
おしまい出ましたね。面白かったよ。ここにセーブでいいです。トコ、終わり。さあ、シナリオ選択来ましたね。この次に、どのシナリオを選ぶのかはまた次回の配信で決めたいと思うけど。じゃあまた次回の水曜日ライブアライブの配信も楽しみに待っててくださいね。チャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。それでは皆さんさようなら。バイバイケロー。